ここからはバイデン政権誕生を見越した韓国の動きについてお話を伺っていきます。まずはこちら、韓国のカン・ギョンファ外相は今週月曜日に渡米し、ポンペオ国務長官とワーキングランチ形式で会談をしました。滞在中、カン外相はバイデン氏に近い議会およびシンクタンクの関係者と会ったと報道されています。鈴木さん、この韓国の動き、どうご覧になりますか？まあ、韓国はですね、実はトランプ政権とある意味ではうまくやってきたんです。ほう。ケミストリーは全然ありませんし、お互い2人の大統領は嫌い合ってたと思いますけど、しかし米韓同盟を大事にしないっていう点では一致してたんです。そこ一致ですか？だってトランプ政権になってから、確かに米韓軍事訓練はほとんどなくなっちゃった、はい、そうですね、これ北朝鮮が大喜びです、うん、で北朝鮮が嬉しいことはムンジェインも嬉しい。なるほど。それからムンジェイン大統領がですね、思わず本音言っちゃってですね、はい、うん、バイデン政権になってもトランプ政権とのレガシーを生かそうって言ったんですよ。ほう。それで両は米韓同盟の弱体化をね、そういう意味ですか？つまりトランプ政権は、はい、いざとなったら在韓米軍を撤収するぞって韓国を脅してたわけです、うんうん、で韓国人としてはみんなほとんど不愉快なんですけど、ムンジェイン政権としては内心悪くないんです、うん、引くということは米韓同盟なくなっていくわけですから、うん、なるほど。ただそれをね、満面に笑みを浮かべなきゃいけないけど、しめしめと思ってた、うんうん、だからなるべく、うん、米韓同盟が壊れる方向で阿吽の呼吸が一致したと、うん、ところがバイデンになると同盟強化なんて言い出すと戻っちゃうわけですよ、はい、うん、で、まあ、韓国は非常に困ってですね、うん、で、まあ、ポンペオには前から会うことになってたから会って、はい、それよりか新しいバイデン政権の関係者に会うのが目的だと、うん、それは、まあ、僕がトランプ大統領だったらば、うち の、 その外務大臣に会うという名目で来ておきながら、まあ、新政権何なんだよ、そういうのはあんまり韓国の人たちは、まあ、それ日本も安倍さんがトランプタワーに行きました、でもあの時はかなり丁寧な手順を踏んでいったというふうに僕は聞いてるんですけれども、その辺のこう、政治的な慎重さというのはどう見たらいいんですか？ポイントが2つありましてね、はい、あんまり韓国人ってのはデリカシーを考えない、とにかく得になる方をやるというのが一つ、はいはい、それからまさに今おっしゃったですね、はい、前は安倍にやられたと、 あれはやられた苦い思い出なんですか？そうな、つまり、はい、韓国というのは基本的に言いつけ外交ですから、うん、先に言いつけた方が勝ちだと思っててで、ね、安倍に、つまりトランプが大統領になった瞬間に、当選した瞬間に、はい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 、まだ なってないのにニューヨークのトランプタワーまで行って安倍に言いつけられたと、うんうん、今度は俺たちがやり返せっていうのがですね、韓国紙のあのにはいっぱい出てるわけです。ほう。だから別にあの当然の行いなわけです。じゃあ韓国の世論としてはですよ、そのカン・ギョンファーさんがそのまだ向こうに向かったのは大統領選挙の結果が確定する前、実はまだ確定もしていないんですけれども、うん、バイデンさんが勝利宣言をカチッとやるより前にも出発スケジュールも決めて出てるわけじゃないですか、うん、そのタイミングによって韓国世論はバイデン側に会うことについて、それはちょっと節操がないとか、ないしは万が一のことがあったときにリスキーであるというような慎重論というのは韓国には全然なくて、それはもう当然もうバイデンさん有利なんだから、ちゃんと向こうに早く手を打って、前回の安倍さんの時にやられたみたいなことはないようにしろという、この後押しの世論の方が強いんですか？ほぼそちらですね。だから一応ポンペオさんにも会ってるわけですか、はい、あと もちろん一応だから、ね、両方にかけてるわけですか。なるほど。そこは全く問題ないというか、そこに躊躇はないんですね。ないですね。一人だけ、ただあの、はい、ハンギョル新聞という左派系紙が、はい、あの今日あのコラムを、左派系紙の論説委員がコラムを書いて、うん、あんまりバイデンになったからって言ってひろひろ行くなと、うん、いう批判はしてまして、それはですね、ナショナリスティックな、うんうん、つまりアメリカなんかに左右されるなと、うん、アメリカが何と言うとこっちが好き勝手やればいいんだっていうのが根底にあるんですよ。これと面白いんです。なるほど、ね、やっぱり韓国のナショナリズムはですね、はい、そのアメリカの大統領はごときに引っ張られるんじゃねえっていうのがやっぱり出てきましたね、ごとき、つまり朝鮮半島のことは俺たちが決めるべきであって、うん、なんでアメリカにいちいちお伺いを立てるんだ、うん、
これはですね、今左派が言ってますけど、うん、右派の中でもそうだよねと思う人出てくると思いますね。ただ現実問題はそんなに強い国じゃないから、うん、はい、やっぱりその大統領になったら日本より先にですね、うん、アメリカの大統領が変わりそうになったら先に行くっていうのが現実的な選択ですけど、うん、やっぱりそういう意見も受けると思いますね。佐野さん、いかがですか、どうご覧になりますか。そうですね、僕はもう基本的に鈴木さんと同じ意見なんですけれども、はいはい、僕はね、やっぱり韓国は、それから韓国の一般の人たちはですね、はい、アメリカそんなに好きじゃないんですよ。はあ、で民族意識も強いわけです、うん、ですからできれば自分たちで決めていきたいと、うんうん、いうふうに考えているはずなんです。だけれども力が弱いからパワーゲームをしないと生き残れないと。ごめんなさい、そうするとね、はい、このちょっと世論調査1個用意してあるんですけれども、はい、これね、これ9月ですよ、9月だけれども、韓国のギャラップが韓国国内の世論調査を見た限りでした限りにおいて、アメリカ大統領選挙どっちがいいんだ、トランプさんがいいと言ったのが 16%、 バイデンさんがいいと言ったのが 59%。 これは今の真田さんのご説明からするとバイデンさんの方がなんて言ったらいいんですか、その自由にやらせてくれる、あれこれつべこべ言わない、そういう意味でバイデンさんの方がいいというふうにご覧になるんですか。多分そういうふうに見てる人たちが一般国民の中に多かったんだと思いますよ。はあ、それが正しいか正しくないか、僕は正しくないと思うんですよね。ですよね、はい、ですよね、はい、そこのところもうすぐ聞かせてください。バイデンさんの方が韓国に対してさっき の、 その電話会談の内容もそうですけれども、はい、あんたインド太平洋から外れないよねっていうふうに最初の第一撃で言ってくるみたいなね、はい、バイデン、あ、こっちか、バイデンさんの方が注文が多い、そこはどういうふうにご覧になってるんですか。僕は注文が多いと思います。それからバイデンさんは、はい、もしもバイデンさんの意向通りにですね、うん、あの韓国側が動いてこないときにはですね、うん、結構トランプさん以上に厳しいね、うん、トランプさんは口で言うだけでですね、はい、そんなに大きなあのチェンジをしてこなかったと思うんですけど、バイデンさんはね、ぎゅっと厳しめるようなことをね、やってくる可能性が十分あると思います。そういう実態を韓国の国民は分からないで、バイデンがいい、トランプは嫌だというふうにしているというふうにご覧になりますか。私はそれ、多分ただメディアの責任すごく大きいと思うんですけれども、はい、私はそういうふうに見ています。あのトランプ大統領は表面的なかなり韓国にも厳しいことを言っていたでしょ、じゃないですか、はいはいはい、そういった点をね、やっぱり表面を捉えて、うん、あのトランプ大統領の方が組みしにくいというふうに判断をしていた一般庶民の方が多かったと思います。鈴木さん、この世論どうご覧になりますか。まさに真田先生がおっしゃったようにですね、はあ、トランプ大統領ってのは韓国が言うこと聞かないとすぐ在韓米軍引き上げるぞと、うんうん、そして初めのうちはあの経費、駐留経費、韓国版思いやり予算を5倍にしろっていうわけですね、はいはい、まあ、どんな商売でも5倍にするってのはあんまりないわけでですね、うんうんうん、あのトランプがあのテナントの賃料を一挙に5倍にすることがあったんだろうかと私は思いましたけど、ね、不動産業でね、だけどだからあの普通の人はね、はい、やっぱりトランプにいい感情を持たないんです。ほう、であの元 NHK の木村先生がおっしゃるようにですね、はい、やっぱり韓国のメディアもアメリカのメディアに引っ張られてまして、うん、トランプ悪いやつっていうのがね、相当ありましたから、はあはあ、まあ、日本のメディアも韓国のメディアもワシントン特派員って大体ニューヨークタイムズと、うん、読んで書いてますから、ねワシントンポストを、ね、はい、写してますからね、はいはい、そうなっちゃうわけです。なるほど。でただ、はい、やっぱりそのソリマスさんのご質問は鋭いのは、うん、普通の人はとおっしゃいましたよね、はい、普通の人はそうなんです、うん、ところがプロ筋の意見はやっぱり違うんです。ほう、でここバイデンさんが多分当選だろうなと思われることになってから、はい、うん、韓国の保守の大御所と言われる2人が、うん、バイデンでよかったじゃないかと、つまりほうバイデンだったら、うん、米韓同盟は維持できるじゃないか、うん、と本音を書いてるんですね。いや、バイデンだったら米韓同盟維持できるっていうのは、例えばそのさっき の、 その賃料の値上げがそんな厳しくないとか、ないしは米韓同盟が質的に変化しても許すだろうって、そういう意味ですか。どういう意味で米韓同盟が維持できるという意味なんですか。つまりトランプ政権というのはですね、はい、米韓同盟なんて大したもんじゃないと思ってるんです、うん、で北朝鮮が核を放棄するんだったら代わりに米韓同盟やめてもいいと内心考えてるわけです、うん、なるほど、はいはい、それは明らかなのは習近平とトランプが会った後、トランプ大統領がウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューでですね、はい、北朝鮮も韓国も中国の勢力圏下にあったんだって言っちゃったわけです、うんうんうん、要は習近平氏に吹っ込まれて、はい、あれは中国のもんだから、うん、返してくれって言われたら、うん、いいんじゃないってことでしょうね。それはずっと昔の話ですね。
その、シラギとかそういう、あの日本がですね、日清戦争で勝つまでは、朝鮮半島ってのは、なるほどね、中国のものだったんですね。帝国時代もそれも事実上傀儡国家だったという意味でおっしゃってる、まあ、傀儡というのは失礼だけど、属国って正式に自ら属国って名乗ってたわけですから、はいはいはい、それで、はい、韓国の保守にしてみればこのままトランプそれからムンジェインという仲が悪いけれども、うんはい、米韓同盟を壊す方向に行ってる人がいると大変なことになると、うん、でせめてアメリカの方が変わってくれたわけだから、なるほど、バイデンによってなんとか米韓同盟が維持できるんじゃないかっていうやっぱりかすかな希望を持ってる、うん、ただですよ鈴木さん、例えばその一つ例を言うなら北朝鮮との向き合いに関してトランプ大統領は個人的なその趣味の世界もあったかどうか僕知りませんけども、北朝鮮に対して非常に強い興味を持って金正恩委員長と会談もし、でムン・ジェイン大統領と の, そのブリッジ、まあ、本人がどこまで喜んでやったことか僕は知りませんけども、結果的にそういう、こう南北朝鮮ないしは日米中 米朝米韓 の, その動きをある程度こうかき回したトランプ大統領でありましたよ。じゃあバイデンさんが北朝鮮にそこまで関心を持って仲介の労を取るのか、取りませんよね、おそらく。それは韓国にとってはじゃあそのアメリカ大統領が北朝鮮問題に突っ込む方がいい大統領なのか、手を入れない大統領の方がいいのか、どういうふうにご覧になりますか。まず韓国人にとって何が一番の優先順位か、はい、保守はね、うんうんうん、それはね、北朝鮮より米韓同盟があるだろうと、はあ、つまりどうせ北朝鮮は核を持っちゃったんです。なるほど。そうしたら、はい、すぐに解決できないんだったら、うん、強固な米韓同盟を作るか、うん、でそれができないんだったら韓国は中国側に行っちゃうのか、うん、あるいは北朝鮮と一緒になるのか、はい、なっちゃう、はい、保守はたまったもんじゃないです、うん、とにかく米韓同盟をどうやって維持するかっていうのが今全力なんです、うん、でなおかつ韓国の保守の中にもトランプに対する怒りがあって、はい、トランプは北朝鮮の金正恩なんか甘やかしやがってってのがあるわけですよ。なるほど。で、あれは私は甘やかしたんじゃなくて、うん、褒め殺しだと思いますけどね、うんうんうん、やっぱ感情的には面白くないんです、うん、進歩派はどうなんですか。文政権は、まあ、もっとぶっちゃけて言っちゃうと文政権はどっちを期待してた、どっちを歓迎するという歓迎、まあ、結果が出ちゃったのでもうしょうがないんですけども、でも文政権にしてみたらどちらの方が組みしやすい、うん、私が文政権だったらですね、新しい人か、はい、トランプ政権であることを利用して、はい、在韓米軍撤収させて、うん、でなおかつ、それで米韓同盟をガタガタにして、はい、でごく自然に独立していくと。やっぱりトランプの方が良かったんじゃないかって感じしますよね。そうです、文政権に。もちろんですよね、ただ、はい、もちろんケミストリーはね、はい、共和党と、はい、それからあの左翼っていうね、うん、左翼政党っていう相性悪いんですよ、はい、でも目的は当たってたんです、うん、これはね非常に面白い、あの超念点を起こしてますね。なるほど。真田さんいかがですか、その文政権にとってみたらどっちの方が、まあ、もう結果出たと伺うのもね、はい、そのなんかこう振り返りの話になっちゃうんですけれども、はいはい、どうご覧になりますか。私は、はい、韓国特に政権側の目的は、はい、繰り返しになりますが、うん、南北融和から南北統一へできれば持っていきたいというふうに考えているのが文政権だというふうに僕はずっと認識していますので、はい、そういうことから考えると、うん、バイデンさんは元の秩序に戻そうとするわけです。逆方向ですよ、はい、でトランプさんの方がむしろ、うん、南北融和に持っていくチャンスは十分にあるし、うんうん、それからもう一つ重要なことはね、うん、トランプさんというのは、うん、何かトランプさんにとってメリットを与えてあげると、こっちで与えてあげるとこっちのことは許してくれるということがディールができる人だと、はいはい、バイデンさんは多分それができないんですよ、うん、なるほど。ですから文政権からするとそういうディールをするという意味からもね、うん、自分の思惑に合わせるような形でこっちはちょっと捨てるけどこっちで取り返してっていうようなことをやろうと思っているような取り巻きの人たちがいて、はい、僕が聞いているところではいて、はい、そういう人たちから言わせてもやっぱりトランプさんの方がいいと。そうなるとね、鈴木さんね、はい、この副大統領時代のこのバイデンの発言ってさっきちょっと触れられたこの部分がこれ出てくるんですよ、はい、パックネに対して、パックネ前大統領に対してアメリカの反対側にかけるなよと、アメリカは今後もずっと韓国側にいるんだからなっていうここの部分の発言、これは今でも彼の頭の中にあるというふうに思いますか。思いますね。思う。そうするとじゃあバイデン大統領、バイデン、まあ、今度の新大統領の韓国に対する姿勢というのは、さっきの電話の会談の話の延長線上でいうとかなり韓国から見たら窮屈な米韓関係になる。まあ口うるさいおじさんが戻ってきたって感じになるでしょうねトランプの場合はね、はい、なんかテナント料上げろとかね、うるさいこと言うけど、
だけど結構自由にしてたわけですね。なるほど。あれだけリベージュ中やってですね、はい、表だったら怒ってこないけども、うん、このバイデンというのは嫌味言うわけです、みんなの前で、うん、それも記者の前で言ったわけですからね、うん、これは、はいはい、でなおかつ、はい、この発言の、まあ2ヶ月前に、うん、韓国がですね、うん、パク・クネがアメリカの国防長官に対して、うん、日本が悪いから安倍が悪いから私はアメリカと組めないっていう変な理屈をつけたわけです。そんなことありましたっけ？ありました。はあ。でこれはですね、韓国の青瓦台が発表しましてですね、はい、でアメリカとしてはですね、うん、下手くそな嘘を言うなと、うん、お前は要は中国が怖いんだろうと、うん、でこれは具体的にはジーソミアをね、はい、日韓に結ばせようとしたときに、なるほど、安倍が従軍慰安婦で譲歩しないから私はできないって変な理屈作ったんです、はい、で何の関係があるんだと従軍慰安婦だと、うんうん、でまあ、韓国は例によって理屈をこれたわけですよ。なるほど。で かなりアメリカの方はですね、うん、ちょっと一発やったろかっていう形でこれが出たと思いますね、はい、なるほど。